こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も入れながら大相撲の世界をお伝えするまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。はい、さて、今日もねお便りをいただいておりますけども、はい、これは、東京都の30代の男性の方からのお便りです、はい。力士の履物は何を、はい、何ですかと、何を履いているのですか、下駄を履いているのでしょうかという、まあ、こういうような質問なんですけども、力士の皆さんは何を履いているんですかね。そうですね、力士も日常生活ではね、つっかけや、ね、運動グッズも履くこともあります。はい、まあ、今トレーニングっていうのが流行ってるんで、その時にはもう絶対靴を履いてますけども、はい、着物、力士の象徴である着物を着た時は、草履やセッタを履いております。はい、履物はね、地位によって関係するんです。セッタは一般に3段目になると履くことが許されます。セッタというのはどういうものなんですか？草履の裏に金属の針みたいなのを打ち、金具ですね、防水性や、まあ、かかとがすり減らないように長持ちをさせるために、はい、金具を打ちます。それは3段目から、うん、そうです。ということなんですか？はい、まあ、以前にね、はい、コートを着れるのは幕下から、とお話したことがありますが、このようにね、相撲界には身につけることものに対するルールっていうものがあります。そうなんですか。はい、そしたら、まあ、これ3段目ということですけども、はい、この下の序二段とか序の口の方っていうのはどんなものを履いてるんですか？もうそうですね、私が入った時は、はい、入門した時は下駄、下駄、入門したらその日に下駄っていうのを、はい、はい、渡されます。あ、そうなんですか。はい、下駄は刃の高さがね、はい、こう高いじゃないですか。あ、ね、で結構高いんで、くるっとこう足をひねったり足首をひねったりしてね、痛めることが多いんです。はい、特にお相撲さんが電車に乗る時なんかも階段とかそのままそれで上がるんでね、はい、そのためにね、最近はもう怪我防止のためといいますか、はい、最近草履っていうものを履いてる部屋が多いです。はい、草履はだいぶ履きやすいものなんですか？まあ履きやすいとは言えないですけども、うん、その3段目になるとセッターと先ほど言ったんですけども、序二段以下の草履というのは、はい、ゴム草履みたいなやつを履いています。うん、まあ、力士はね、はい、3段目になってセッターを履くっていうのがね、うん、一つの目標と言えますね。入門してからはまずこうセッターを履けるようにっていうような、そうですね、はい、こういうことですね。はい、まず武蔵さんは初めて3段目に上がってセッターを履いたっていう時の、その時の気分はどんなんでしたか？そうですね、うん、3段目に上がった時には、うん、履いた時には嬉しかったですね。特に僕ちょっと出世がなかなか遅かったんでねみんなが上がっていく中、はい、みんながこうセッターを履いているんでね、なんとか3段目に早く上がりたい、成人式までに上がりたいというね、気持ちで頑張ってましたけども、どうにかね、成人式には間に合って、履くことができ、またセッターというのは、はい、その先ほど金具を打つって言ったんですけども、金具で下のコンクリートアスファルトを歩くと、カチンカチンカチンとね、すごくいい音がして、はい、まあ、お相撲さんが履いて歩くとね、特に粋な音がして、かっこよくなったようなね、そうですか、気がします。まあ、周りの方もね、ああ、相撲さんだっていうような感じで気づきますね。はい、それで、そしたら関取、まあ、重量以上になったらね、また履物っていうのは変わるんですか？で、履物の自体は、はい、セッタの上っていう履物というのはないんですけども、はい、まあ、そのセッタ自体がね、ええ、高級なもの、本畳のセッタを履いたりします。はい、はい、わかりました。ということでね、まあ、力士の皆さんは3段目以上になるとセッタ、 そうですね、そして序二段以下の方は、まあ、最近は草履を履いているという、そういうことです。ありがとうございました。ではね、次の質問に参りたいと思います。はい、こちらの方は、京都府から、いただきました。京都府の30代の女性の方からのご質問です。うん、勝ち越せば番付が上がり、負け越せば番付が下がる、まあ、こういうことなんですが、序の口ですね、序の口で負け越した力士っていうのはどこに下がるんですかという、こういうような質問なんですけども、はい、いかがでしょうか？例えばですね、
序の口の筆頭、筆頭というのは一番上ですね、はいはい、序の口の一番上で巻き越せば、はい、序の口の真ん中ぐらいまで落ちてきます、はいはい。そしたら負け越しって言うてもね、うん、まあその3勝4敗と1勝6敗ではまたやっぱり落ち方も違ってくるわけなんですよね、はい、そうですね。同じ負け越しの中でも3勝と1勝ではね、次の場所の番付は全然変わってきます、うん、ただね、あの序ノ口の場合はそれほどね、はい、うん、差がある落ち方っていうのはないです。あ、それはどういうことですか。例えばね、はい、幕下で3勝なら、ね、何枚ぐらい落ちる、はい、3段目で3勝なら何枚ぐらい落ちるというね、はい、大方のね目安っていうのがあるんですけども、はいはいね、はい、序の口は枚数がさほどね多くはありません。こんな見てた通り、こんだけですよね、はい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 、だからねそれより下がらないのでね、はい、大きく落ちることができないから。あ、そうなんですね、はい、じゃあその序の口の一番下で先輩とかね、うん、そういうようなことになったらどうなるんですか。あ、まあ、そのまま序の口の一番下っていう番付につきます。これはもうあの、極端なことを言うと、はい、横綱はそれ以上の番付はありませんよね。何も15戦全勝しても横、それと一緒で逆に一番下もそれ以上、落ちれないというね。そうなんですね、はい、そしたら序の口の最後に全敗したりしてもやっぱり次の場所も序の口の最後の方という、そうです、はい、まあ、そういうことなんですね、はい。番付に乗らない番付外という力士もいます。番付外ですか、はい、それは何ですか。これはあの序の口で全休をした力士、序の口で全休、はい、で、すなわち一回ごとように出なかった力士ですね、はいはい、この番付からなくなる、はい、名前がなくなります。入門したばかりの力士とね、一緒に前相撲という取り組みに出ればね、はい、再び番付に乗ることはできます。また乗ることもできるっていうことですか、はいはい、それは序の口で全休したらっていうことですね。そうですね、一番だけでも出場すれば、番付外には落ちません。あ、そうですか。そのために、はい、まあ、あの1回だけでも相撲を取っとこうっていう力士もいますね。そうですね、はい、わかりました。じゃあ、 あのね、序の口の一番下で全敗してもまた序の口の一番下に配置されるという、出とけばね、ということですね。はい、はい、わかりました。どうもありがとうございました。まっ、チャンネルではこのようにあの皆さんからの質問をお受けしております。もう初歩的な質問、素朴な質問も大いに結構ですのでね、どんどんお寄せください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お便りお待ちしてます。